たドラマの再放送が流れてたよ。No story とかじゃないのに自然と涙ボロボロ落ちる。世界一おいしいレストランも一人で行けば世界一まずい。最愛の人だったから乗り越えるまで時間かかりそう。出ても結ばれない新しい子から割れたら辛いけれど私よりも大切にね。いつまでも昨日よりも幸せになれると信じていいよ。Good.